ね、ごめんなさい、152万円高いでした、うん、はい、さあ、いかにしてこれを回収していくのかということですけれども、一方で入ってくる方、見ていきましょう、うん、まずは、電気を売ることができます。ですから、売った分の